それで後で肘鉄クラウンさん、じゃがじゃが飲むのもポドポドに、ここらでやめてもいい頃が。調子がいいやつ一つ地獄、お前は俺を知ってても俺とお前はまだ友達じゃない。お二人目集まったプレイヤー独自のフレーバー、でも捕まっちゃダメ警察、えいよ、だからそうだぜ、まだまだいろんなゲストもこの後来るかもしんないし、アポロくん、そしてベノムくん、いろいろそうだぜ、まだまだ見てない人もいるし、 IKD のアイジェンのバイブになってたんでしょうね。今チェジゴさん、ごめんなさい、盛り上がってる状況よ。クッソがキレモード、いや、キレさせた方も両方悪いよ。だからちょっと和まして遊ぼうぜ、俺たちは OK。 Yeah Yeah Wow、 さっきキレられたガキ Yo、 尖るのはいいけど尖り方を間違えたらしい。尖りすぎた鉛筆が折れやすいように、時には押して引いて繰り返し投げるビートに乗って。ロード2ワンマン、よすまぐ2020、今日は新宿歌舞伎町に来てます。歌舞伎町サイファー、そして、去年の年末にワンマンかましてたスナフキンさんにちょっと今日はあの年末ワンマンの先輩ということで、あのちょっといろいろと話を聞こうと思って新宿まで来たんですけど、どうでした去年は。年末は大変です。年末大変ですやっぱ大変ですか。どう出るかっすね。どう出るか、帰っちゃう人とかもいた。でも残ってる人たちも、はい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 、残して、でも、ね、いいと思います。気持ちはいいと思います。気持ちはね、年末に自分でやって、うん、終われるっていうのはすごく気持ちがいい。やっぱこの1年間のすごい、なんていうの、ずっと張って、そう、集大成的なところでも張っていきなり、そうですね。年末っていうのを決めた時に、はい、いろんな説が飛び込んできて、みんなどっか行っちゃうよとか、はい、逆にみんないろいろ来るよとか、ああそういう説があったんで、まあ来た説もある、説もある、どっちもある、どっちもある、どっちもある。だから去年やった人にちょっと聞いてみたいなと思って。でも自分は渋谷、あれどこでしたっけ、表参道ですか。あ、去年やった。だったんで結構ちょうど被ってたっす。かぶって、あ、いろんなイベントがかぶって、来てくれて帰っちゃったのかな。なんとも言えないですね。でも、そうなんだよね、イベントが目白押しだから。そうっす。でも、クズエノは年末にやると気持ちがいいっすね。確かに、うん、まあでも、やったぞみたいな、次の日とか正月とかは、そうだな。だから集大成的な気持ちで12月にやるんだったらすごくいいかなと思います。そこに向けて、間違いない、関係ないまあでも、来るそうだね。そうだね、問題ないっす。これ見てるやつはあのまだ予定空いてると思うから、絶対空いてると思う。12月30、今年の12月30、空いてるもん。空いてるでしょ。空いてる、来てくれます。空いてるっす、空いてるっす。来てくれますか。今のところ空いてるっす。何かしらで、何かしらやりましょう。頭スタイルで、はい、お願いします。じゃあそんな感じで、じゃあちょっと、はい、スナキさんに今から新宿を案内してもらいたいと思います。新宿を案内できないっすね。こちら今日はあの歌舞伎町サイファー LG、 毎月やってるんで、今年も砂からかかんないですけどやってますね。6月に砂から、これ流しちゃってもできる、このインフォメーション6月なんか出すっぽいんでチェックしてください。よろしくお願いします。じゃあそんな感じで歌舞伎町の夜に溶け込みたいと思います。イエーイ、イエーイ、また。
いろいろいいだろう。俺たちもだいぶ経てきたな。あの頃から比べてだいぶ経てきたな。次に何かを伝えていこうか、そろそろ。いや、あの時いろんな思いをしてた。いや、あの街角に奴はいない。もう俺もリリースおめでとうございます。ありがとうございます。2019出して、いや、もう2019、20になっちゃったけど、今タイじゃったけど、そう、去年の年末に2019を出しました。今年はどんな動きでいくんですか？今年はなんと12月30日にブリッジでワンマン入れちゃいました。ブリッジワンマン、はい、早くもやばい、あと10ヶ月後、結構先1ヶ月後そうですね、今俺12月って聞いて、うん、ね、一瞬気持ちがあるのかな。2月じゃない、12月予定空いてるでしょ。空いてるっていうか、空いてるでしょ、分かんない、逆に分かんない。いやいや、もうこれでもう予定埋まってるって言われたら、もう俺結構傷つくそれ。嬉しいですか？上げてきます、そしてね、お願いします。もちろん上げてきますよ、ね、なんか100円でもね、できればその時はね、むしろまだ10ヶ月あるのに。そうそう、だから何かしらね、なんかやりましょう、やれたらね、ぜひぜひって感じで、ね、横浜だもんね。横浜同じで、ね、そうそう、先輩、いや先輩だな、そんなの、スキルの先輩ですから。ベイサイドベイフォンド、あ、ワンマンやります。ワンマンあるじゃないですか、はい、前回もなんかそうそうたる学園団だったので、ね、うんうんうん、今回もなんかいろんな人が、そうっすね、もう、まあ、こうやって12月30日やるっていうと、もうそれで参戦表明してくれてる著名ラッパーも何人かおいますんで、よろしくお願いします。またわちゃわちゃ、まあ、皆さん本当に12月30日だからね、いろんなとこから来てくれると思うんですよ。てか関東だけじゃなくて、そう、いろんなとこから、むしろ逆にこのこっからのその朗読の、そう、朗読ワンマン、朗読ワンマンのために向けての、そう、10ヶ月あるから、そう、そういう動画をもう10ヶ月地道に上げまくってくるんで、ちょっとずつね、俺がこういう動きをしてるってことをまず知らせる。一人旅じゃないですよ、もちろん回ってきますよ。6時11分。